アンタッチャブルの早速行ってみた。えい、どうだ。すごい。すごい。さっき到着。イエーイ。さっきの前に到着。イエーイ。でも2時間ぐらいのもんだもんね。いやいや。あっという間に着いたでしょ。いやいや、10時間のフライトをね。あれ10時間でしたっけ。出て着陸して。もう2時間後にロケという。そうですね、優しいよね。いや、ありがとうございます。寝たでしょ。いたわってくれて。飛行機で寝たじゃない。いやいや、寝ましたけどね。よかったですよ。いや、こうやって来させてもらえることがありがたい。最高。お二人、ドバイってどういうイメージありますか。もう金、うん、石油金。いや、僕は来たことありますから。柴さん、ない。初めて。トランジットだけなのよ。トランジット寄ってアフリカ。いやいや、トランジットだけっていうのはドバイに来たことになりませんから。ダメですよ、そんな生意気なこと言っちゃ。踏み入れてない。いや、別に生意気じゃないけど。私はちょっと、ね、以前15年以上前ですかね、うん、今一緒に住んでるこれと、いや、別のやついたの。いやいや、別の今のね、今住んでる子供を産んだこれとね。奥さんね。そうそうそう、来させていただきましたよ。あ、あれね、新婚旅行的な感じ。いやいや、プライ、いや、15年前ですから、新婚してませんから。15年前ですからね。その時もなんかちょっとほら、ドバイはすごいみたいな。もう当時からね。そう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 。でもやっぱり言ってもそんなに回れてませんからね、うん、うん。その時から多分だいぶ変わってると思う。あ、近年。そうなんですか。あ、そう。私驚かしてくれんのね。そんじょそこらのことじゃ驚きませんから、ね、もう来てすぐ驚いてたじゃないですか。実はあの2024年、うん、世界の人気観光地ランキングでドバイ1位に選ばれました。やっぱそうなんだ。世界の。そうなんですよ。3年連続1位。来たいんだな。アメリカの人も来たいし、はい、フランスの人もスペインの人も来たいしみたいな。 そこら中の人たちが、はい、観光が結構強くて、うん、であの去年ドバイに訪れた観光客数も過去最多になってました。あ、そうなんだ。今一番暑い。なるほど。さらに増えてきてるんだね。そういうところに行くっていうのがこの番組だもんね。うん、そういうところだけじゃないんだけど、うん、早速そういうのを聞きつけたら行くっていうのがねこの番組だから。あ、見たい、いろいろと。やっぱその最大の魅力っていうのが、うん、何でも世界一。そうだよね、世界一だよね。聞くね、うん、なんか作れば世界一だもんね。そうだよ。これもなんか世界一なんじゃないの、これ。この芝とか違うの。そんなに1位じゃないかもしれない。世界一強い芝じゃないのこれ。後ろでしょ、後ろをきれいに臨むために作った場所だ、いや、すごいのあるね、後ろに。後ろだよ、結局は。何、世界一ゴールだ、サッカーボール世界一。みんな入るから。こっちの人みんな勝ちよ。違うの、あれ、こっちに攻めるやつみんな勝ち。あれが世界一なんですか。もう早速ですけど、世界最大の額縁で、なんか俺たちもブルネイで散々あったね。散々はしゃいだじゃん。いやいや、待ってよ、ちょっとブルネイさんに申し訳ないよ。申し訳ない。いや、腰にしてもこれもうちょっと超えないよ。腰すぎなのよ。こんなに腰かっていうぐらいあれ超えちゃった。あれも相当すごいんだぞ。高すぎる。でもだって普通に額縁ってことだな、ほら絵みたいにならなきゃいけないわけでしょ、うん、ドバイ相当後ろから見ないとダメだよね、ここね。そうよ。相当世界一から離れたところで見ないとして見れるっていう。なんかいいアングルに見れるんですか、そこは。これ実は上展望台になってまして、うん、だからそこに上がれるんですけど。ああ、展望台で見ちゃうの。額縁の中を覗くわけじゃないんだよ。そもそもそれまでの1位がどこだったか分かんない。いや、ブルネイだったんじゃない。ブルネイだったのこれ。そこまでの1位っていうか、ね、そんな躍起になって抜くようなことじゃないんじゃないの。こんなの見たことも聞いたこともない。こんなサイズ。ビルとかはね、やっぱそのあれじゃ、各国ここは高いとかだから争う気持ちは分かるけど、でもできちゃったから。知らない競技だから我々は。本当そう。お金と時間が許す限り、ドバイのあらゆる世界一を巡っていただきたい。時間は大丈夫だけど、お金ってどってすごいんじゃない、うん、確かに。でも2カ所ぐらいで終わっちゃう可能性ないから大丈夫。いや、何でもかんでもやっぱ高そうだよね。いや、何でもかんでもじゃん。あそこ登るのも高いんじゃないですか。何十万円とかかんねん。だからあのいろいろとちょっと見るだけみたいなところもあるんで。なるほどね。いや、無理しないで、ね、本当に全、ね、十分だから。行こうよ、行きましょうよ。行こう行こう、はい。こちらのドバイフレームなんですけど、うん、高さが 150m で、150、ね、150のこっちは95です。すごいね。もう超えないだろうな。よその国でこれより超えようぜっていう国出てこないよね。いや、まあそうだ、相当ドバイにライバル視ないとね。無理だよね。そしたらまたつくんだろうね。つくよ。これが小さく見えるやつ、大きく外側に作っちゃいそうな。あの真上が展望台、360度見渡せる展望台。あ、まあでもそうか。すごい、はい。だからちょっとせっかくなんで、うん、登ってみませんか。行きたい。いいんですね。はい、めちゃくちゃ行きたい。
いや、お金あるんですか、お金。まずはちょっとそのあたりおーだ、おいおいね、おいおいなの。いや、今ちゃんとしといた方がいい。いや、まあ、とりあえず世界一をね、いろいろと見ていかなきゃいけないから、はい、で、あそこからでもドバイを見渡して、あそこ行きたい、ここ行きたいとか言えるってことでね、世界一も、世界一も見つけられるってことでしょ。うん、いいじゃん。なんで早速行きましょう。はい、行こう。はい、世界一人気の観光地ドバイで世界一をあんたが巡りまくる。いやー、これはすごいぞ。ワクワクドキドキ、お前見てない、見てない。さらに超意外な激安ドバイスポットで山崎本領発揮。ハマチ300だ。え、とりあえず行こうか。300からいくら。死んじゃう、死んじゃう。火曜夜9時。